な感じで手をつないで散歩をするっていう時代が僕は来ると思ってます。で、例えばショッピングモールとかでこうやって手をつないで、ごめんなさい、マイクの線が絡まってますが、まあ、こんな感じで手をつないで楽しい会話でもしながらショッピングしてもらえたらいいんじゃないかなと思ったりします。まあまあそれはともかく、あ、はい、わかりました。それはともかくですね、ちょっとじゃあ自己紹介してもらいましょうか。自己紹介できる？はい、こんにちは、私はエクロです。電気通信大学の長井研究室で生まれました。いつの日か皆さんのお家で働けたらなって思って毎日頑張ってます。少しの間ですが今日はよろしくお願いします。はい、よろしくね。まあこうちょっと会話してる感じですけど、実際には後ろで人が喋ってます。なので賢いわけでも何でもなくて、もちろん人が喋ってるんでね、ちゃんと喋れる感じになってますけども、こういうのを遠隔操作する意味というのは、実は今現状で完全に自立動移動のロボットを各家庭に導入してもらって働かせるというのはなかなか難しいので、まあ、私たちが考えているのは、まあ、こういう形で最初は、まあ、ある程度遠隔操作をして、ただ多くの部分は自立でできてます。実際操作するのは非常に難しいので、例えば手を振るとかですね、そういうボタンはいっぱいあるわけです。ですから比較的簡単に操作をすることができます。でそういったロボットを家庭に入れてもらって、でその中でロボットが今度は徐々に学習をしていく、そういう機能を今研究しています。です